ゲティスバーグ演説は、1863年11月19日、ペンシルベニア州ゲティスバーグにある、国立戦没者墓地の封建式において、アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンが行った演説。アメリカの歴史において、最も有名な演説の一つとされる。現存するものとして、唯一確認されているゲティスバーグでのリンカーンの、写真式の基調演説は、 エドワード・エバレットが言った。封建式は本来1863年10月23日水曜日に行われる予定であったが、エバレットの要請により11月19日木曜日に延期され、組織委員長のデイビッド・ウィルズはリンカーン大統領にも適切な短いスピーチを依頼した。検納式典では、エバレットは貴重演説で2時間の大演説を行い、 続いてリンカーンが演説を行った。ゲティスバーグ演説は272単語1449字という約2分間の極めて短いスピーチであったにもかかわらずリンカーンの演説の中では最も有名なものであり、また歴代大統領の演説の中でも常に第一に取り上げられるもので独立宣言、合衆国憲法と並んでアメリカ史に 特別な位置を占める演説となっている。このヒゲティスバーグにはカメラマンもいたが、マイクロフォンなどない時代、リンカーンの演説が始まってもカメラマンはそれに気づかず、ようやく気づいて写真を撮ろうとした頃にはもう演説が終わっていたという。そのためこの歴史的演説を行っているリンカーンの鮮明な写真は存在しない。また演説そのものはリンカーンが祈るような小さな声で、 述べ、誰も注目しなかったが、たまたま書き留めていた記者が、記事にして、後に有名になった。1863年7月1から3日の、ゲティスバーグの戦いによる戦没者の兵士の、ゲティスバーグ国立墓地の墓への埋葬が10月17日に、始まり、リンカーンが、式典に招待された。彼は、ゲティスバーグへの移動中、彼の秘書である。 ジョンヘイに気分が悪いと言ったとされ、演説後も激しい頭痛と熱があったことから、リンカーンがゲティスバーグの演説を行った時、天然痘の専務症状にあった可能性が高い。リンカーンのスピーチの歴史的重要性にもかかわらず、その正確な言葉遣いには曖昧な点が多く、イベントの新聞記事に掲載された、現代の書き起こしやリンカーン自身による手書きのコピーでさえ、 言葉遣い、句読点、構造が異なっている。これらのバージョンのうち、スピーチの後に友人への行為として書かれたブリスの原稿は標準テキストとみなされている。このテキストはリンカーンが演説の前後に作成した書面とは異なるが、リンカーンが署名を添付した唯一のバージョンであり、最後に書いたことが知られている。87年前、我々の父祖たちは、 自由の精神に育まれ、人は皆平等に作られているという心情に捧げられた新しい国家をこの大陸に誕生させた。今我々は一大内戦の最中にあり、戦うことにより自由の精神を育み自由の心情に捧げられたこの国家が、あるいはこのようなあらゆる国家が長く存続することは可能なのかどうかを試しているわけである。我々は そのような戦争に一大激戦の地で相会している。我々はこの国家が生きながら得るようにと、ここで生命を捧げた人々の最後の安息の場所として、この戦場の一部を捧げるためにやってきた。我々がそうすることは、誠に適切であり好ましいことである。しかし、さらに大きな意味で、我々は、この土地を捧げることはできない。清め捧げることもできない。 性別することもできない。足すことも引くこともできない。我々の貧弱な力を遥かに超越し、生き残った者、戦死したものとを問わず、ここで戦った勇敢な人々がすでに、この土地を清め捧げているからである。世界は、我々がここで述べることに、さして注意を払わず、長く記憶に留めることもないだろう。しかし、 彼らがここで成したことを決して忘れ去ることはできない。ここで戦った人々が気高くもここまで勇敢に押し進めてきた未完の事業に、ここで捧げるべきは、むしろ生きている我々なのである。我々の目の前に残された偉大な事業に、ここで身を捧げるべきは、むしろ我々自身なのである。それは、名誉ある戦死者たちが、最後の全力を尽くして、 神明を捧げたい大な大義に対して、彼らの後を受け継いで、我々が一層の献身を決意することであり、これらの戦死者の死を決して無駄にしないために、この国に、神のもとで、自由の新しい誕生を迎えさせるために、そして、人民の人民による人民のための政治を、地上から、決して絶滅させないために、我々がここで固く決意することである。 Force, Quan, and Seven Years ago our fathers brought.Force, on this continent, a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are, created equal, now we are engaged in a great civil war, testing weather that nation, why need nation so conceived and so dedicated, can long endure, we are a mett on a great battle, フィールドオブザットを、we have come to dedicate, a portion of that.field, as, a final, resting place for those who here gave their lives, that that nation might live, it is all together, fitting and proper that we should do this, but, in, a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hello, w this ground, the brave men, Living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to a door the tract, the world will be torn out.No longer remember what we say here, but it can never forget what they did here, it is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which. セーフーフォートヒアハブザスファーソーノブリーアドバンスト。So、It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us.That from these honored.Dead we take increased.Devotion to that cause for which zay.Gave the last full measure of devotion.That we here highly resolve that these.Dead shall not have died in vain.That this nation.Under God. シャルハバニューバースオブフリーダム、アンドザットガバメントオブザピープル、バイザピープル、フォーザピープル、シャルノットペリッシュフロムザアース、エイブラハム・リンカーン・ゲティスバーグの演説の原稿は、現在5つ存在し、それぞれリンカーンから受け取った人にちなんで、命名されている。リンカーンは、個人秘書のジョン・ニコレート・ジョン・ヘイに11月19日の演説の前後に書かれたコピーを渡した。 その原稿をさらにコピーしたエヴァレット、バンクロフト、ブリスの原稿は11月19日以降に事前目的でリンカーンによって書かれたもので一部はリンカーンがタイトルを提供しブリスのコピーに署名して日付を記入したためリンカーンのゲティスバーグ演説の標準テキストとされている。ニコレート平和リンカーンの息子 ロバート・トッド・リンカーンによって1874年にリンカーンの論文の管理人に任命された。ニコレーのコピーは彼が亡くなった1901年に娘ヘレンが兵に渡した論文の中にあったと思われている。また、ジョン兵による書類の中からゲティスバーグ演説の手書きコピーを発見され、これは現在、兵コピー、または兵ドラフトとして知られている。 平ドラフトは1894年にジョン・ニコレイが発行したバージョンとは多くの重要な点で異なっていた。異なるタイプの紙に書かれ、項ごとの単語数と行数が異なり、リンカーンの手による修正があった。平とニコレイのコピーは文章参加と継続的な劣化から保護するためにアルゴンガスで特別に設計され温度制御された密閉容器に入れられた。 議会図書館内に保管されている。ニコレーコピーは、現存するリンカーンの原稿の最も古いコピーで、あると考えられている。学者たちは、ニコレーコピーが実際に、リンカーンが11月19日に、ゲティスバーグで演説したものの原稿のコピーであるか、どうかについて意見が分かれている。スピーチの最初の部分は、11月19日の検事の前に、リンカーンが、ケイに、 鉛筆で2ページ目を書いていた。折り目がまだ明らかに確認されており、目撃者が、リンカーンが、コートのポケットから取り出して、式典で読んだというコピーであるという可能性を示唆している。しかし、ニコレコピーの単語やフレーズの一部は、リンカーンの元のスピーチと一致しないため、失われたと考えている人もいる。例えば、元のスピーチでは、神のもとにという言葉は、 この国は自由の新たな誕生をというフレーズに含まれていたが、ニコレーコピーでは欠落している。ゲティスバーグ演説のこのコピーは、1901年に友人であり同僚であるジョン・ヘイに渡されるまで、ジョン・ニコレーが所有していた。その後は、ワシントン DC にある議会図書館のアメリカの宝物店に展示されている。ヘイコピーは、 リンカーンの手書きの修正を含んでいることで知られている。ヘ、hey, イコピーの存在は、ジョンヘイの論文の中で1906年に初めて公表された。しかし、ジョンニコレーが彼の記事で説明した演説の原稿とは、多少異なり、リンカーンが追加する単語だけでなく、多くの省略や挿入が、リンカーン自身の手によって修正されている。ヘ、hey, いコピーでは、 ニコライコピーと同じく、神の下という言葉は書かれていない。ヘイコピーは、セカンドドラフトと呼ばれることもある。ヘイコピーは、演説日の朝、またはリンカーンがワシントンに戻った直後に、作成されたとされる。リンカーンは、最終的にこのコピーをヘイに渡した。ヘイの子孫は1916年にヘイリーとニコライのコピーを議会図書館に寄付した。 リンカーンの手書きの修正を含む、ヘイコピーエバレットコピーは、1864年初頭に、リンカーンからエドワード・エバレットの要望で送られた、コピーである。エバレットは、ニューヨークの衛生委員会見本市で販売するために、ゲティスバーグの剣道式でのスピーチを一冊に、まとめていた。リンカーンが送った原稿は、3番目のサイ入りコピーとなり、現在イリノイ州、入りの一週。 スプリングフィールドにあるイリノイ州立歴史図書館が所有しており、エイブラハム・リンカーン大統領博物館に展示されている。バンクロフトコピーは歴史家で元アメリカ合衆国海軍長官のジョージ・バンクロフトの要望で1864年2月にリンカーン大統領によって作られたコピーである。この原稿はリンカーンからの手紙と リンカーンが宛名を書いて宛てたオリジナルの封筒の両方を添付した唯一の原稿である。このコピーは長年バンクロフト家に残ったが1949年にコーネル大学に寄贈された。今はプライベートに所有される唯一のコピーである。ブリスコピーはホワイトハウスのリンカーンルームに展示されている。バンクロフトの義理の息子でありオートグラフリーブズの出版社である。 アレクサンダー・ブリス大佐にちなんで名付けられた。ブリスコピーは、リンカーンが署名を添付した唯一の原稿である。リンカーンが、ゲティスバーグの演説のコピーをこれ以上作成したことは知られていない。リンカーンはこのコピーに署名して、日付を記入したため、リンカーンのゲティスバーグ演説の全文は、このブリスコピーに基づいている。リンカーン記念堂の南壁に刻まれているのは、 このブリスコピーの内容である。2008年11月21日から2009年1月1日まで、スミソニアン協会国立アメリカ歴史博物館のアルバート・ H スモールドキュメント・ギャラリーでは、ブリスコピーを限定公開した。ホワイトハウスのリンカーンルームに展示されている、ブリスコピー・リンカーン演説の際に、記者ジョセフ・エル・ギルバートによって取られた速記があるが、 これもいくつかの点で現行とは異なっている。1946年、GHQ 最高司令官として、第二次世界大戦後の日本占領の指揮を取った、ダグラス・マッカーサーは、GHQ による、憲法総安全文に、このゲティスバーグ演説の有名な一説を織り込んだ。ガバメント is, a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, The powers of which are exercised by the representatives of the people and the benefits of which are enjoyed by the people GHQ による憲法層安全文協調委任容赦この一文がそのまま和訳され日本国憲法の全文の一部となったそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであってその権利は国民に由来しその権力は 国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。日本国憲法全文協調引用者、ありがとうございます。